お願いします。最初の一手どこに打ちたい？ここでは間違ってもいい、デモ取引なんだから。 FX の世界で一歩前に、楽天 FX デモ取引。スピード勝負の FX の世界で直感を加速させる革新的な取引画面、はじめ値、安値、高値、チャート、一つの画面で過去を見える化にして、今チャンスをつかむ。いつでもどこでもスマホで今の瞬間を大切に生きる人へ、ハイスピード FX。 チャートの形状はまだ下落か、今売るべきなの、どうしよう。大丈夫、ここはデモ取引なんだよ。自分のペースで実力を身につけよう。楽天 FX デモ取引。迷う？怖い？ FX の世界で一歩前に、楽天 FX デモ取引。コスト0円で本番さながらの FX をリアル体験。仮想資金500万円で腕を磨きましょう。まずは簡単3ステップ。ニックネームとメールアドレスで簡単申し込み、取引ツールダウンロード、デモ口座ログイン。ここにはチャレンジを阻むものがない。楽天 FX デモ取引。楽天証券で CFD 取引をやってみませんか？CFD は世界各国の株価指数やコモディティを対象に取引できる金融商品です。レバレッジ効果を効かせて少ない資金で取引できます。売りから取引を始められますので、取引チャンスもたくさんあります。さらに楽天証券なら自動売買ができる MT4 で CFD 取引ができます。この先にもっと広い世界が待っています。楽天証券 CFD 取引。楽天証券オンラインセミナー。本日は楽天証券主催 FX オンラインセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。講演を始める前に楽天証券より新サービスのご案内をさせていただきます。総合口座にお持ちの US ドルを楽天 FX 口座にご入金いただけるようになりました。
さらにご入金された US ドルは US ドルのまま楽天 FX の必要証拠金としてご利用いただけます。ぜひご活用ください。続きまして、楽天 FX プレミアムニュースについてのご案内です。楽天 FX にて月間2000万通貨をお取引されたお客様に、重要な経済指標の結果や要人発言などを赤文字ニュースヘッドラインにてお届けいたします。最新のマーケット情報を取り入れながら FX をお取引いただけます。新サービスにつきましては楽天証券ホームページをご覧ください。それでは講演を始めてまいります。本日は2023年後半ドル円相場の見通し、日米の金融政策を中心にと題してお送りいたします。終了は9時30分頃を予定しております。講師は高千穂大学准教授内田実紀さんです。本セミナー資料につきましては YouTube の動画説明欄またはチャット欄よりダウンロードページに飛ぶことができます。それでは内田さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介に預かりました内田でございます。今日はドル円相場を中心に、日米の金融政策を、踏まえながら、どういった展開が見込まれるかということを、お話しさせていただきたいと思います。で、今日初めてという方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に自己紹介をさせていただきますと、資料の後ろの方にですね、35ページにプロフィールをつけておりますけれども、現在は高千穂大学で金融関係、国際金融などの授業ですとかゼミを担当しております。それ以外に投資助言会社にも在籍しておりまして、そこでは引き続きですね、為替アナリストというアサイメントでマーケットも見ております。したがって現状は実務家教員ということで、教育研究そして市場分析ということでやっておりますので、そういう立場の人間の話だということで今日はお聞きいただければと思います。そういう意味では今週ですね、昨日テレビ東京のモーニングサテライトですとか、あとロイターコラムといったメディアでも情報発信をさせていただいております。それでは早速講演に入っていきたいと思いますが、まず前回講演させていただいたのが去年12月の21日です。これは YCC の修正が12月20日にありましたので、くしくもその翌日のタイミングという状態でした。でドル円相場は昨年の10月に151円94銭というザラバの高値を記録した後に、140円を割り込んだところで、YCC の修正、そしてそのドル安ですね、10月分の消費者物価指数が市場予想の期待を下回ったということで、11月以降ドル安も進んでいましたけれども、12月の21日の段階でドル円相場というのは前日130円台までドル安円高が進んで、講演をやっていた時は131円とかそのぐらいの状態でした。でその時にこの2023年の予想レンジとしてご案内したのが128円から143円という15円レンジでご案内いたしました。当時もいろんなことをお話しさせていただいたんですが、ポイントとしては2つ。1つは、日本円が非常に弱くなっていて、これはどうも一過性のものではないのではないか、ある程度その構造的にですね、円が弱くなってしまっている部分があるんじゃないかということで、130円割れはあるんですけれども、ただ5円も10円もずるずるドル安円高に行くというのは非常に難しいんじゃないか、そういうことで下をですね、128円ということで一旦区切ったわけです。一方でもう一つお話ししたのがアメリカのインフレ、これ結構しつこいので、改めてですね、ドル円が140円の大台に向かって反発していく局面が年半ばから夏場にかけてあるんじゃないか、
まあ、そういったことで128から143円という予想レンジでお話をさせていただきました。でそこから約7ヶ月以上が経過しておりますので、まあ、このタイミングで日米の金融政策を中心にどういった見方ができるのか、まあ、そういうことを今日はお話ししていきたいというふうに思います。で資料の2ページですが、今日の主なテーマいくつかお話ししたいことがあるんですが、基本的には日本とアメリカで、あとはやはりユーロ圏も含めてですね、金融政策と経済のポイントで、それを踏まえた各通貨の見通しを、お話しさせていただきたいと思います。ただその中でも特にポイントとしては、まず一つ目の黒い四角ですけれども、アメリカのインフレはこのまま本当に収束に向かって来年早々にも利下げが始まるのかということ、それから二つ目は、先週日銀の YCC 修正がありましたけれども、日銀の本当の意味での正常化というのが、じゃあ近づいてくるのか、それから3つ目、スイスフランに見る日本円反発のヒント、これは後ほどお話しますけれども、スイスフランと日本円というのは非常に今対極的な位置にありますので、スイスフランを見ることによって、円高方向の何かヒントが得られるんじゃないか、まあ、こんなこともお話ししたいと思います。それから4つ目が、まあ、ユーロ圏ですね、ECB というのは、高橋姿勢維持できるのか、まあ、ちょっとラガルド総裁も、まあ、データ次第と言い始めていて必ずしも高橋姿勢ではないんですが、特にアメリカとの比較においてどうなのか、そして最後に、まあ、為替相場予測ということで、お話をしていきたいと思います。それでは早速本編本題に入っていきたいと思いますが、まずは3ページの左側のグラフになります。赤い線がですね、これドル指数です。いろんな通貨に対するアメリカドルの動きを、示しているものになりますが、まあ、ご覧いただきます通り今年にかけて、去年の10月以降ですね、結構急激なドル安が進んだ後に、今年はそのドル安の勢いにちょっと歯止めがかかってはいるんですが、まあ、依然としてドル軟調試合ということで、ドル自体は右下に下がっています。ただ一方で黒い線がドル円ですけれども、こちらはご覧の通りドル高円安方向に進んでいますので、まあ、この3ページのヘッドラインに書いていますけれども、このドル円上昇というのは基本的には円の弱さであって、円の弱さが際立っているという状態です。右側のグラフはこれは日本円の、実質実効為替レートというものですけれども、いろんな国の通貨に対する円相場、インフレの格差も勘案してますので、過去遡って、日本円が今どういう水準に位置しているのか、まあ、そういうことが一目瞭然でわかるわけですけれども、これは下に行くほど円安です。ご覧の通り日本円というのは、まあ、変動相場制移行後の最安値圏をうろうろしているという状況ですので、まあ、とにかく日本円というのは、まあ、非常に弱い状況に陥ってしまっているということが言えると思います。で4ページに参りますけれども、これは相対的購買力平価、これが赤い線です。そして黒が、ドル円の実績です。でこの相対的購買力平価というのは少しポイントをご説明しますと、通貨というのは、インフレ率が高い国の方の通貨が値下がりしていく、インフレの通貨が値下がりする、そういう考え方に至っています。ですからこれはある時点を切り口として、この赤い線がずっとドル安円高方向下に向いているのは、常に日本よりもアメリカの方がインフレ率が高かった、まあ、こういうことを意味しています。でこの相対的購買力平価はいくつもの先行研究で、特に先進国通貨に関してはある程度当てはまるということが言われてますので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、ドル円の水準感とか、オーバーシュートじゃないかとか、まあ、そういうことを見る上では、非常に参考になるものということになります。で、この黒と赤、比較していただきますと、購買力平価よりもドル高円安方向に突き抜けている場面というのが全部で4箇所あります。1から2、3、4と振っていますけれども、右側に移っていただきますと書いてあります通り、1番、1973年から76年、それから80年代半ばにかけて、それからアベノミクス初期段階から、2019年まで、で、2019年から20年にですね、一旦両者修練しましたので、ここで一旦切れて、で2021年から再び乖離が生じたということで、まあ、4つの期間に分けることができるわけなんですが、
大雑把に言って、それぞれの期間、なぜドル高円安方向に乖離が生じたのか、背景というのをちょっといくつか書いてます。まず、1と3と4は、日本の貿易収支が赤字に転落した場面です。そして、2と4の時期はアメリカの高インフレ高金利政策、これによってドルが結構上がったという、そこが背景としてありました。そして3と4は、日本の異次元緩和断行中っていう、こういうことになるんですけれども、4を赤くしていますので、お気づきの通り、4というのは全ての条件を含んでしまっているという状態なんですね。それだからこそ、このグラフの下半分は、実績と購買力平価との乖離をパーセンテージで示しているんですが、昨年末の段階では、購買力平価よりも 50% 近いドル高円安方向への乖離が生じているわけなんですが、その背景というのはこの全ての材料を含んでしまっている局面だということになります。したがって前例のないような円安になっているということです。したがって4ページ右下の方に書いてますけれども、今後も日本の貿易赤字とか、あるいは日米の金利差が再び拡大していくという場合、改めて150円をトライしていくという展開が十分に考えられます。一方で、円の基礎的条件、これ具体的には貿易赤字が解消に向かうとか、日本の金利が上昇するとか、こういった基礎的条件の改善があれば、過去の上限というのは、これは購買力平価から乖離してもせいぜい 25% ぐらいっていう、こういうことになりますので、水準で言えばざっくり120円ぐらいということになるんですが、昨年末の購買力平価っていうのは OECD 発表によりますと97円台半ばですので、そこから 25% 増しというのは120円ぐらいということになりますので、円の基礎的条件の改善があれば120円ぐらいまで戻るとすると、それはそれでですね、あっても不思議ではないっていう、ものすごくざっくりとした水準感で言うと、そんなことがこの購買力平価からは言えるんですが、ただここでポイントなのは、今の円安というのは、前例がないような、複数の条件が全部集中してかぶさってきているので、これだけのドル高円安であると。ですから、いろんな投機的な動きとか、もちろんそういったことも影響しているんですけれども、全くそのファンダメンタルズの裏付けのないようなドル高円安では決してないというところが最大のポイントじゃないかなというふうに思います。それでは5ページからですね、じゃあまずアメリカから見ていきたいと思います。まず左側の表は、6月の FOMC の時に示された、経済見通し、そして赤い文字をちょっと、挿入してるんですけれども、これは直近の実績です。でちょっと見ていただきますと、 PCE のインフレーションというところはある程度、FOMC 参加者の、年末時点での予想に近づくような形で物価の伸びが、縮小してきています。したがって、利上げ打ち止め、そして来年以降の利下げ期待というところにもつながっていると思うんですが、一方で一番目の GDP ですね、これは第4四半期が前年比で 1% 成長という予想に対して、先日発表された第2四半期が 2.6% 成長ということで非常に、強めに出ています。そして、上から2つ目の失業率、これが 4.1% の予想に対してまだ 3.6 と非常に低いですので、7月の利上げが最後となるかっていうのはまだ予断を許さない、そういう状況ということが言えると思います。で右側のグラフは、これは市場の予想、これが FF 金利先物という黒の点線のラインです。そして赤い点がいわゆるドットチャートといわれる FOMC 参加者が予想している政策金利の、予想の分布図、それの中央値を取ったものになりますけれども、ご覧の通り両者、乖離が生じています。 FOMC は年内あと1回の利上げと言っているんですが、市場はもう利上げなしを見ているという状況ですので、例えば9月次回、ドットチャートがまた出ますけれども、FRB のドットチャートが引き下げられるんであればドル安、逆に今後の、データなどを見てマーケットの方がこのドットチャートに寄っていくのであればドル高、いずれにしてもこの乖離が存在している限りはですね、まだまだ市場が今後も混乱してくる場面というのがあり得るということになってきます。
で次6ページですけれども、今日この後お話しする中で、時々実質金利という言葉が出てきますので、ちょっとここで一回実質金利というものを、説明しておきたいと思います。四角で囲っておりますけれども、この実質金利というのは表面的に見えている名目の金利から、インフレ率を差っ引いた残りということになります。このインフレ率のところにはインフレ期待を入れて考えることもあるんですけれども、マーケットとか経済にとってより重要なのは、表面上見えている名目金利よりも、実質金利ということになります。で簡単な例でじゃあアメリカの実質金利って今どうなっているか、見ていきますと、そのすぐ下なんですが、アメリカの今政策金利というのは、5.25 から 5.5% ですので、間を取ると 5.375%、四捨五入して、約ざっくり 5.4% というふうにしていますけれども、そこからインフレ率が直近ですと、前年比 3% でしたので、それを差し引いた残りのアメリカの実質金利は 2.4% ということになります。で一方で、日本は、名目金利マイナス 0.1%、これは日銀当座預金の、政策金利残高に対する、適用金利を、仮に名目の政策金利というふうに置いてますけれども、マイナス 0.1% から、直近のインフレ率 3.3% を引いたもの、これがマイナスの 3.4% ということになります。ですから実質金利で比較すると、円の金利よりもドル金利の方が非常に高いですから、これはドル高円安を示唆しています。ただもう一つの含意としては、この金利が高いほどこれは経済に対する逆風ということになりますので、アメリカに対してこの実質金利が高いということは逆風ということを意味しますし、逆に日本経済にとって、まだまだ非常に低いこの実質金利は非常に強い追い風だ、こういうことにも、なってきます。ちょっとこの6ページの部分はですね、ちょっと頭の中に入れて、この後聞いていただければと思います。じゃあ7ページですけれども、左側はこれはアメリカの消費者物価指数になります。ヘッドライン、コア、それからスーパーコアというですね、住宅関係を除いたサービス関係の物価ということで、これは最近フェッドが注目しているということから、マーケットでも注目されているものなんですが、ただご覧の通りいずれも伸びが縮小してきておりますので、これが今後の利上げ打ち止め、来年の利下げ期待にマーケットの期待を向けている、一つの大きな材料だということになると思います。加えまして7ページ右側のグラフ、これちょっといろんな線が入っていて見づらいんですが、まず黒の点線がですね、アメリカの、政策金利、これが名目金利ということになります。そして、黒の実線、これがインフレ率を差し引いた、実質政策金利ということになります。でご注目いただきたいのはあと2箇所ありまして、1つがグレーの網掛け部分です。これがアメリカの過去の景気後退局面、それから赤い線がアメリカの予算局が出している潜在成長率、アメリカ経済っていうのは潜在的にどのぐらい成長する体力を持っているか、今だいたい 1.8% ぐらいなんですけれども、で、この線をちょっと見ていただきますと、アメリカが景気後退に陥ったこのグレーの網掛け部分の時、だいたいその前にこの実質政策金利が、潜在成長率を上回ると経済に対して、ちょっと強めのブレーキがかかって、その後網掛け部分の景気後退局面に陥っているっていう、そういうことを、過去4回ほど、繰り返しているんですね。過去3回ですね、このグラフですとあと残り過去3回ですけれども、実質政策金利が赤い線を突き抜けて上がると景気後退に陥るということが過去のパターンです。でそれでいきますと、さっきちょっとご紹介した今アメリカではインフレの伸びが縮小しているので、実質政策金利が今 2% 近く 2% まで上がってきていて、潜在成長率を超えてきているという状態です。ですからアメリカの経済に対してちょっとですねブレーキがかかってくるっていうことを、少し念頭に置いておく必要はあるということになります。それから次の8ページですけれども、左側のグラフ、これは FRB が四半期ごとに実施しております、シニアローンオフィサーサーベイというですね、各金融機関の、融資担当者に対する、ヒアリングをまとめたものになります。
黒の実践が融資姿勢、融資の基準を厳しくしたという回答の割合から、緩くしたという回答の割合を差し引くんですけれども、右上に向かっているということは融資基準厳しくしたという回答が増えたということになります。それから黒の点線は、お金を貸すときに上乗せ金利を多めに取ったという回答から、むしろ上乗せ幅を縮小したという回答を引いたもので、これも上に向かっているということは同じベース金利であっても、仕上がりの融資金利はうんと高くしたっていう、そういうことを回答した比率が増えたということになるんですが、ご覧の通り、2021年ぐらいをそこに、どちらの線も右上に上がってきておりますので、これは何を意味するかというと、FRB が利上げをしなくても金融機関の融資スタンス、あるいは融資の金利設定において、すでに引き締め効果が、これからも出てくる可能性があるということになります。ですからそういう意味では、シリコンバレーバンクの影響で金融不安が今収束に向かっているということではあるんですけれども、 FRB の利上げがなくてもですね、ある程度その引き締めの効果っていうものが金融機関から出るような、そういう状況にはなっているということになります。で、一方で8ページの右側のグラフですが、これは先ほど少しお話しした通り、金融不安の影響というものがマーケットにおいてはほぼなくなっているということを示しています。この右のグラフはこれテッドスプレッドって言うんですけれども、これは期間3ヶ月の、インターバンク市場の金利と期間3ヶ月ものの米国債との、利回りの格差です。この格差が大きいということは、インターバンク市場のお金のやり取りの方が、ものすごく国債の利回りと比べてうんと高い金利でお金の貸し借りがなされているということになりますので、このスプレッドが開いているっていうのは相当金融機関あるいはそのインターバンク市場が相当ストレスを抱え込んでいるということを意味しています。リーマンショックとか欧州債務危機とかパンデミックの時にこれが跳ね上がっているのはそういうことですね。で、それがですね、シリコンバレーバンクの破綻のところを見ていただきますと、確かに一旦スプレッド拡大はしたんですけれども、今はもうほぼ、収束しています。ですから、信用不安という観点において、金融不安というところが、さっきの左側のグラフからするとですね、若干残ってはいるものの、少なくともマーケットにおける緊張感ということでいくと、金融不安というものは、ほぼほぼ、なくなっているっていう、そういう状態になっています。で、ここまでがですね、ちょっとアメリカ経済悪い方向への留意点ということなんですが、次の9ページ目からはですね、その逆の材料になります。要はアメリカ経済ってやっぱり景気後退とは程遠いということを示すようなものなんですけれども、まず9ページ左側、これは GDP になります。先般第2四半期の発表がありまして、前期比年率換算ですと 2.4% だったと思います。で、特に大きな項目である個人消費と、設備投資だけ抽出してますけれども、個人消費はですね、第1四半期と比べるとちょっと元気がなくなってしまっています。ですからここはもしかすると、金融不安の影響というものが少しあるのかもしれません。ただ一方でこの第2四半期については、設備投資が逆に高い伸びを示しておりまして、結果的に全体を引っ張って2% 台の成長を維持したということになります。ですから第2四半期、バックミラーということになりますが、少なくともこの GDP を見る限りですね、近いうちにアメリカの景気後退っていう絵は見えてこないと。先般パウエル議長も、スタッフはもうすでに景気後退見ていないという、趣旨の発言していましたけれども、データで見るとそういうことが確かに言えると思います。それから9ページの右側、これホームページで簡単にご覧になれますので、ぜひ今後アメリカの景気ってどうなのかなって気になった時は、検索していただきたいと思うんですけれども、ニューヨーク地区連銀が出しているウィークリーエコノミックインデックスっていう WEI というものです。これは週次でですね、アメリカの景気を補足することができる非常に便利なものなんですが、ちょっとこれ見ていただきますと、今年にかけて確かにアメリカの景気ってずっと減速方向、右下方向に下がっていたんですが、今年に入ってからはむしろ底入れして横ばい、
で直近の足元ではですね、逆にこれ上向くような動きすら見て取れるということになります。まあ、ですからさっき の GDP もですね、この WEI を見ていれば、全くサプライズでもなかったということになるんですけれども、まあ、週次でまさにその今現在のアメリカの景気そのものを見ると、決して、まあ利下げっていう姿はですね、なかなか出てこないということになってきます。それから10ページこれはISM の製造業景気指数です。昨晩発表された分はちょっと反映されていませんけれども、9ヶ月続けて50割れということで、まあ、景気判断の分かれ目である50を、9ヶ月続けて、下回った、まあ、そういった、報道がなされていますが、このヘッドラインに先行するものとして、新規受注から在庫指数を差し引いたもの、これがですね、この ISM のヘッドラインに先行するものとして、まあ、注目されるわけなんですけれども、これを見ていただくと今年の1月頃をそこにですね、ちょっと上向いてきていて、まあ、右上方向に上がっています。で昨日の ISM も、50割でしたけれども前回よりは少し上向いていたということなんですが、この製造業もですね、どちらかというとちょっと底入れの兆しが、見えてきているんじゃないかということが言えます。それから10ページの右側、これはケースシラーの住宅価格指数です。まあ、ちょっと2000年以降、まあ、過去20年以上の期間少し長めで出してますけれども、アメリカの住宅価格っていうのは特にまあコロナの後も含めて非常に統制を極めたわけですが、これが一旦ピークアウトしたんですけれども、今年の1月をそこに2月から5月にかけて4ヶ月連続して上がってきているんですね。でこの住宅価格というのは、まあ、右下に書いてますけれども CPI の約4分の1を占める、貴族家賃にだいたい1年半ぐらい、先行するということでも、まあ、注目されるわけなんですが、その住宅価格がですね、ちょっとどうも、まあ、ここからまたどんどん上がっていくか分かりませんが、いずれにしてもどんどん右下方向に下がっていく動きにはなっていないということなんですね。それから11ページでアメリカの労働市場をちょっと見ておきたいと思います。この左側のグラフのですね、黒い折れ線グラフちょっと見ていただきたいんですが、これは失業者の何倍求人件数があるかっていう倍率で示したものです。でこれもですね、昨晩直近の6月分が発表されまして、その部分は反映されていないんですが、だいたい 1.6 倍ぐらいで、コロナ前っていうのはこの黒い線だいたい1倍ちょっとでしたので、2022年の頭頃の2倍と比べると右下にゆっくりと下がってきてはいるんですが、ただそれでもまだですね、失業者の 1.6 倍の求人件数があるというのは、労働市場が非常に、まあ、需給が引き締まった状態からそんなに状況変わっていないということが言えると思います。ですから今アメリカがこれだけ利上げをしたのに景気が悪くなっていないという一つの理由として、まあ、堅調な雇用情勢ということが挙げられるわけなんですが、依然としてその状況はまだ続いているということなんですね。ですからこれがこの後も右下に下がっていくとは思うんですが、相当時間はかかると。つまりある程度労働市場の需給逼迫っていうものが、まだしばらくは続くんじゃないかということになります。それから11ページの右側、これはですね、物価とあと時給の伸び、それともう一つ黒い線が自発的離職率です。この自発的離職率というのは、好き好んで仕事を辞める人の割合で、これが高い時というのは売り手市場の時なので、どちらかというと賃金が上がりやすいという状況を、示唆しています。ですから物価の青い線の先行指標が赤い線賃金なんですけれども、その賃金のさらに先行指標としてこの自発的離職率っていうものが、まあ、注目されるということなんですが、この自発的離職率、昨晩発表された6月分は 2.4% っていうことで、ちょっとこのグラフの5月のところで上がっているところからちょっと下がってはいるんですが、ただ水準としてはですね、コロナ前よりもまだ高い状況が続いているので、何が言えるかというと、労働市場はですね、まだ売り手市場、労働市場の需給逼迫が続いていて、賃金というものがある程度、
まあ、伸びがそこそこの伸びが続く可能性が高いということになります。ですので、まあ、ここまでいろいろとアメリカの経済指標をちょっと見てきましたけれども、これらから言えることというのは、アメリカって本当にインフレが収束に向かうのかどうか、まだ決して、楽観視できないということが一つ、結論としては言えると思います。まあ、したがってアメリカはですね、パウエル議長が、まあ、あと年内1回ぐらい利上げというふうに言っていて、マーケットは今のところそれを完全にスルーしている状態なんですけれども、どちらかというとですね、本当にあと1回、利上げがあっても全くおかしくないと言いますか、あと1回ぐらい利上げあるんじゃないかな、そんな感じで見ております。で、12ページで、アメリカのドルそのものをちょっと見ておきたいと思います。左側のグラフがドル指数と、あとアメリカの実質金利です。ドル指数は冒頭でもちょっとご紹介しましたが、昨年の10月頃をピークにストーンとドル安が進んで、今年に入ってからも、やや軟調な動きをしているんですが、去年、ロシアの軍事侵攻が始まった後というのは非常にドルがものすごい統制を強めたわけですけれども、この時期のドル高というのは、この赤い点線であるアメリカの実質金利上昇である程度説明がついたわけです。実質金利上昇でドル高。ところが今年、去年の秋口以降のドル安とこの実質金利見ていただきますと、両者乖離が生じているんですね。アメリカの実質金利はある程度横ばい圏で推移しているのに、ドルだけがどんどん下がっているという状況ですので、ちょっと金利水準、金利の動きに照らすとですね、このドル安ってやや行き過ぎじゃないかなっていう、こういうことが言えると思います。じゃあなぜ今年に入ってからドルが下がっているか、いくつか理由はあると思うんですが、一つ言えるのは12ページ右のグラフ、これは同じドル指数と今度ビックス指数っていうものを重ねています。去年の秋口以降、ビックス指数がピークアウトして低下してきています。つまり去年の秋口以降というのは、株安から株高に転じてビックス指数が低下してリスクオン、リスク先行試合になったっていう、そういうことを示しています。アメリカドルというのは未だに有事のドル買いと言われるように、リスク回避局面では買われやすい。で、逆にリスク先行局面では売られやすいという場面、性質を持っているわけですけれども、これを見るとですね、昨年の秋以降のドル安というのは、どうもこの株高リスクオンによるドル安という側面があるんじゃないかと考えられます。で、問題なのはこのビックス指数ってちょっと見ていただきますと、今だいたい 14% をちょっと割り込むぐらいなんですが、ビックス指数って過去どんなに下がっても 10% がせいぜい限界だったんですね。つまりこれ以上リスク先行でビックスが下がるとしても、どちらかというと限界が近づいているということになります。したがってアメリカドルについて何が言えるかというと、もうしばらくは、リスク先行のドル安が続くかもしれないんですが、そのリスク先行にも相場限界が、近づいてくる。で、金利水準で見れば、アメリカのドルっていうのは少し売られすぎというところが言えると思いますので、アメリカドルはですね、ちょっと底入れして、やや持ち直してくるような展開じゃないかな、こういう見方をしています。ここで言うドルっていうのはドル円ではなくって、ドルそのもののことを今、お話ししています。底入れから緩やかな持ち直しに向かうんじゃないか。この12ページまでが、以上でですね、アメリカの経済、アメリカの金融政策、ドルということになります。で、13ページから、今度日本円について見ていきたいと思いますが、左側のグラフがこれ投機筋のポジションになります。円ロングと円ショート、それから、それを差し引いたネットですけれども、シリコンバレーバンク破綻のところをちょっと見ていただきますと、円ショートっていうのは高水準で積み上がっていたものが若干取り崩されましたけれども、そんなに崩されることなく、そこからさらに円ショートが積み上がっていった、つまり円安期待が強まったということになりますし、あと円ロングはですね、ほとんど反応しなかったんですね。つまりシリコンバレーバンク破綻、その後、2つの銀行が追加して、破綻しました。あとスイスの金融機関も破綻したということですけれども、これまでであれば絶好のですね、リスク回避の円買い場面だったはずなんですが、全くそういった動きが見られませんでした。で、この背景としては、13ページ右側、これは日本と
他の主要通貨との金利差を示しているもの、まあ、過去10年ぐらいのグラフなんですけれども、今海外との金利差が非常に開いているので、まあ、こういう状況で、外貨ショート円ロングっていうポジションを作りますと、ここは金利差で逆ゼアになるんですね。ネガティブキャリーということになります。ですからまあ、これまでと比べるとリスク回避の円買いというのは、このネガティブキャリーが生じてしまうということから、相当難しくなっている、まあ、したがってリスク回避の円買いっていうのは、まあ、当面はですね、ちょっと起こりにくいんじゃないかということが言えると思います。それから14ページ、日本の貿易収支に関してですけれども、まあ、先般6月分がですね、1年11ヶ月ぶりに約400億円とわずかながら黒字に復帰したということがよく報道されていました。で、6月までの実績を2倍にすると今年の貿易赤字はだいたいこのぐらいというのが、この14ページ左のグラフなんですけれども、まあ、去年が約だいたい20兆円ぐらいです。で、それに対して今年の貿易赤字が、まあ、14兆円ぐらいと、震災の時よりもちょっと大きいぐらいのペースにはなっています。で、まあ、今回、まあ、貿易収支が、まあ、黒字に戻った一つの要因が、右側のグラフのように輸入額が減ったということになります。これは資源価格が、まあ、下落しましたので、資源の、輸入の、まあ、金額が、まあ、小さくて済んだということになるんですけれども、ただこのグラフ見ていただきます通り、2021年と比べるとですね、まだ輸入額っていうのは非常に大きいんですね。そして日本で稼働している原発というものも依然として限られています。まあ、岸田政権がこの2023年以降に再稼働を、まあ、表明した原発のうち、まあ、先日関西電力のものが1基稼働し始めましたけれども、まだその再開時期のめどが立っていないというものの方が多いという状況です。つまりこの輸入額については、まあ、資源を中心に、まあ、数量それから金額ともにある程度の高水準はですね、やっぱりまだ続く可能性が高いということだと思います。それからもう一つ、15ページのこのグラフはですね、昨年の講演資料にもちょっとつけていたものにはなるんですけれども、輸入が拡大したということに加えてもう一つ深刻なのが、輸出の数量の減少なんですね。この15ページ左側のグラフの黒い線、これが日本の輸出の数量を示したグラフなんですけれども、2018年頃をピークに数勢的に減少傾向をたどっています。で、象徴的なのが丸1番と書いている2000年代前半です。黒と赤が交差しています。この赤い線はですね、冒頭でご紹介した日本円の実質実効為替レート、下に行けば円安、上が円高です。で、この丸1の期間は円安が進むと輸出が数量の増加を伴って伸びていたんですね。円安になると輸出が増えるっていうこういう関係性があったんですけれども、丸2番の、まあ、2018年以降ちょっと見ていただきますと、円安なのに輸出も減ってしまっているという状態です。で、これはまあ月並みですけれども、やはり生産拠点の海外シフトが進んだことということで、15ページ右側の表、これは前回もご紹介したんですが、日本の生産拠点海外移転の背景というのは、筆頭は確かに円高警戒ではあるんですけれども、それ以外の要因も非常に多いんですね。人件費が高い、まあ、これ特に新興国との比較でということになりますけれども、まあ、人件費が高いとか、あと3番がやっぱり深刻ですよね。電力などエネルギーの供給問題、節電要請がある中でなかなかものづくりができるわけではありません。そして税制とか、取引先企業の海外移転、まあ、人口減というふうに、まあ、以下続いているわけです。まあ、したがってポイントはですね、本来であれば円安がこれだけ進んでいるわけなので、生産拠点の国内回帰プラス日本の、数量の増加を伴う輸出の増加っていうことが起こってもおかしくないんですが、ちょっと今日本ではそういうことが起こりにくいということになります。16ページから今度日本の金融政策に関して、まあ、ちょうど先週、YCC 最終正というものがありましたので、こちらについてちょっと見ていきたいと思います。
まず一番上の横長の点線に書いているのが声明文も踏まえた公表文からの抜粋ですね。 0.5% 程度をめどとしつつ、より柔軟な運用をするということで、10年国債については事実上上限が 1% まで引き上げられたということになります。でこの YCC 柔軟化とか修正といった場合は2つの意味があるわけなんですけれども、左側の真ん中、丸一番として緩和継続のためのファインチューニング、それからもう一つが、金融緩和策の縮小、すなわち正常化ということになるんですが、今回の意味というのは、いろんなもうところで、日銀からも説明がなされている通り、緩和の継続、緩和政策の持続性を高めるためのファインチューニングなんだということが、繰り返し説明されているわけです。あとはその16ページ右側のグラフ、こちらが日銀の物価見通しですけれども、2024年度と2025年度については 2% の目標には届かないという見通しをつけています。で基本的に日銀がですね、もし丸2番の意味合いで政策を変えるんだとすると、やはりこの物価の見通し 2% を超えるっていう道筋を出すのが自然だというふうに思います。したがって丸2番での正常化ではなくて今回丸1番ということになりますし、あと丸2番の正常化をやるときはですね、やはり政府と日銀は共同声明を結んでいますので、政府がデフレ脱却宣言をしてからで日銀が正常化にシフトしていく、こういう流れが通常としては筋だろうというふうに思われますので、今回は当然意味としては丸1番の緩和策継続のためのファインチューニングということになってきます。で今後ですね、日銀が政策を修正するかどうかを事前に察知するために、じゃあ我々どういうところを見ていったらいいのかということで、17ページちょっと上3行を見ていただきたいんですが、これも公表文からの抜粋です。今回については長期金利の上限を厳格に抑えることで債券市場の機能やその他の金融市場におけるボラティリティに影響が生じる恐れがあるということが書かれています。したがって昨年の12月もそうでしたし、今回もそうなんですが、この債券市場の機能っていうものがあんまり落ちてしまうと、日銀としては多少修正の必要性に迫られてしまうということになると思います。で、その意味でこの債券市場の機能低下をじゃあ何で見ていくかなんですが、一つ目がですね、左側のグラフ、これは四半期に一度日銀が行っております債券市場サーベイというものの中に機能度 DI があります。でこれが下がるとですね、やっぱり機能が相当低下しているなということになるわけなんですが、昨年11月調査結果というところを赤い丸にしてますけれども、去年の11月の調査結果というのはそれまでで最低の結果だったんですね。したがってそれが翌12月の YCC 修正につながったということになります。それから右側のイールドカーブってちょっと見ていただきたいんですが、去年の修正前日である12月19日のイールドカーブ、グレーの線見ていただきますと、10年のところがそれよりも短い年限の国債利回りよりも低くなっているという状況になっていました。で、企業が社債を発行するときというのは当然この国債利回りが、発射台になりますので、そこに信用スプレッドが乗っていくわけなんですが、この8年9年より10年の方が低いっていうのは何を意味するかというと、企業が社債を発行するときに8年とか9年で社債出すよりも10年の方が下手すると低い金利でお金を調達できてしまうっていう、そういうその経済合理性から外れてしまうようなことが起こりかねないっていう、そういうことだったんですね。したがって今後債券市場の機能低下を見ていく上では、この機能度 DI とあとこのイールドカーブの形状、こういったもので、債券市場がストレスを受けていないかどうか、こういうことを見ていくということになっていきます。ただもう一つのポイントとして、この赤い線のところ、その他の金融市場におけるボラティリティに影響が生じる、これも今回の YCC 修正の理由だったということなんですが、この点については記者会見で、一番最後の質問者だった日経新聞の記者の方が、これってズバリ為替のことですかって質問に対して植田総裁がイエスと答えたわけなんですね。
つまり今回は、FRB と ECB が利上げをして、日銀がもし仮に YCC をそのまま放置していたとすると、おそらく相当な円安が進むことが警戒されていたと。で、もともと6月に入ってから、今年初めて140円に乗ったところで、日銀と金融庁と財務省の三者会談が開かれました。そして145円に向かっていく途中で、神田財務官とか鈴木財務大臣から、もう躊躇なく適切な対応を取るっていうですね、どちらかというとこれもう介入間近の発言も聞かれていました。まあ、したがっておそらく政権内では円安輸入インフレに対する警戒が相当強まっていたというふうに考えられます。つまり何をお話ししたいかというと、日銀が今後 YCC 修正する一つの誘因となるものは、債券市場に加えて為替の円安も日銀が政策を微調整する理由になりうるということは念頭に置く必要があるんじゃないかと思います。では18ページからですね、じゃあ日銀が本当の意味で正常化に踏み切るような状況になるのかどうかということを、物価のグラフでちょっとまず見ていきたいと思いますけれども、18ページ左のグラフは日本の消費者物価です。ご覧の通り、結構 2% も超えているわけなんですが、特に青い線ですね、食品とエネルギーを除いたものについては 4% 台の伸びになっています。今エネルギー価格が下がってますので、エネルギーを含めるとインフレ率は今 3% ぐらいなんですが、その下がっているエネルギーを除いてしまうと実際のインフレっていうのは今 4% 台だっていう、そういうことになっています。それから18ページ右側のグラフ、これがですね、日銀がCPI 公表の2日後にホームページで公表しております、基調的な物価を捉えるための指数、これ3つ出しているんですけれども、借り込み平均値、加重中央値、最貧値で、これもですね、やっぱりトレンドとしては上がっていますので、結構インフレが、ちょっとしつこさを持っているというところがあると思います。これ一番効いているのは生鮮食品以外の食料品関係ですね。これが相当一番、大きく伸びていて全体を押し上げているという状態です。ですから我々国民の肌感覚的には相当なインフレが進んでいるということになってくるわけですので、正常化に向かっているんじゃないかっていう、こういうことは当然、考えておく必要があります。で、それを考える上でもう一つ大事なものが、この需給ギャップっていうものがあります。これは経済全体の供給力と経済全体の需要、これがどっちが多いかということなんですけれども、今現在はですね、この需給ギャップっていうのはまだゼロよりも下なんですね。つまり経済全体の供給力を需要が下回っているという状況です。日銀が試算しするものと、内閣府政府が試算しているものとちょっと数字は違うんですけれども、まだマイナスです。ただトレンドとしてはそのマイナス幅が縮小してきてますので、おそらく年内にはプラス圏に浮上してくるというふうに思われますので、需給ギャップが解消してプラスになるのであれば、これはもうデフレ脱却っていうことになるんじゃないか、こういう発想にもなりやすいと思います。ただこの需給ギャップとこの日本のインフレ率を重ねているんですけれども、赤い線、これが日本の消費者物価です。見ていただきますと、石油危機を除いた1980年代以降で、物価が 2% を超えたところっていうのは全部で、5回局面としてはあるんですが、全てですね、これ消費税導入時とか消費税の引き上げというような消費税関連の時か、もしくは円安と資源高がぶつかった輸入インフレの時だけなんですね。つまり需給ギャップがプラスになったからといってすぐインフレが 2% になったことは過去一度もありません。したがっておそらく、物価の目標達成にはもう一つプラスアルファが必要で、それはおそらく、持続的な賃上げっていうことになってくると思います。これが植田総裁がですね、中央銀行総裁の立場でありながら賃上げの必要性を、訴えている、最もポイントじゃないかと思いますけれども、つまり何が言えるかというと、物価も上がってきてますし、需給ギャップも解消に向かってきてはいるんですが、やっぱり賃上げなくして、目標達成っていうのは、つまり本当の意味での正常化っていうのは、まだ、先のことになりそうだということです。
でその賃上げを見る上で、じゃあ今日本の労働市場どうなってるかということで20ページ左側見ていただきますと、これ雇用判断 DI という日銀短観の数字なんですけれども、これ見ていただきます通り今、製造業非製造業問わず、まあ、かつてないほどの人手不足に陥っています。したがってまず企業の最初の取り組みとしてはある程度の処遇改善、まあ賃金を上げるということによって、人材確保に注力する可能性が高いと思いますので、まあ、そういう意味ではまあ、来年の春闘でもですね、ある程度の賃金上昇というものが、まあ、続くんじゃないかなということは言えると思います。ただ本当の意味での賃上げというのはその原資は生産性の向上ですので、結局賃金だけ上げていても生産性が上がっていないのであれば企業収益が圧迫されていくだけですので、それはそれで持続性があるわけではないんですね。ですからまあ、再来年さらにその先を見据えていくと企業はおそらく設備投資に注力していくというふうに思われるんですが、まあ、ただ来年についてはある程度のですね賃上げの持続性というものはちょっと期待されるんじゃないか、まあ、そうなってきますと20ページ右側のグラフ、これは実質賃金です。今のところは物価上昇に賃上げが追いついていないので実質賃金は前年比マイナスという状況ですけれども、まあ、ここがプラスになってくるとですね、まあ、企業としても、まあ、もう少し値上げを続けやすいということにもなってくると思いますので、まあ、そういう意味ではこの、まあ、インフレ目標達成の鍵っていうのはやっぱり賃上げっていうところになるんだというふうに思います。で21ページはですね、まあ、ちょっと頭の体操ということで、正常化がどういうプロセスで進んでいくのかということをちょっと見ておこうと思います。今現在はこの第一段階の前段階ということですけれども、正常化がもし始まるとすると最初の段階で YCC の上限というものはおそらくですねもう明示的には示されなくなって、ただあんまり金利が上がるときは適宜介入しますよというような形で、まあ、かなり YCC が、まあ、形骸化されるっていう、これがまず第一段階だと思われます。で、第二段階から第五段階がですね、これが日銀の国債の買い入れに関して、新規の買い入れの減額、これが第二段階です。ただここでは再投資は続きますので、日銀の保有資産の規模自体はまだ拡大ペース、鈍化するわけですけれども拡大は続くということになります。で第三段階で新規の買い入れを止める、ただし再投資は続けると、ここで日銀の保有資産というのは、増えも減りもしない横ばい圏に移行していきます。で第4段階から量的引き締めが始まるわけなんですけれども、再投資も減額し始める、ここで日銀のバランスシートが縮小していくことになります。そして第5段階で、再投資もやめてしまうと、ここで一気に、保有資産の縮小ペースが加速していくと、量的引き締めが加速していくということになって、第6、第7段階でマイナス金利の解除、プラス方向への利上げ、まあ、こういう流れに進んでいくというふうに思われます。で、アメリカなんかの場合ですと、この第6、第7段階の利上げをですね、この第4あたりからも同時に始めるということもあるんですが、まあ、日銀としてはおそらくそこはかなり時間をかけてやるんじゃないかなということで、21ページはですね、まあ、正常化プロセス、まあ、予想される順序ということになります。当分先の話ですね。で22ページが正常化プロセスの時間軸ということなんですけれども、植田総裁が就任した早々の会合で、過去25年間の非伝統的金融政策を分析するという多角的レビューを実施する、こういう方針を表明しました。そして先月、14日にこの多角的レビューどういうスケジュール感でやっていくかということを公表したんですけれども、括弧3のところを見ていただきますと、ワークショップの第2回目が来年5月なんですね。で来年5月っていうのは来年の春闘がだいたい見えてくる時期ということになってきます。ですから今の状態で、日本のインフレがある程度続いて、まあ、景気がそんなに腰折れしないんだとすると、来年の5月以降は日銀の YCC の再修正、
あるいは、場合によっては正常化っていう話がもしかしたら出てくるかもしれないっていう、そんな時間軸じゃないかなと現状は考えています。まあ、逆に言うとですね、今から向こう1年近くは、本当の意味での正常化に踏み出すっていう可能性は非常に低いんじゃないか、そういう時間軸で考えています。でここまでで日本円についてお話ししてきたんですが、リスク回避の円買いが起こりにくい、それから貿易黒字定着はまだ相当距離がある、そして金融政策の正常化、まあ、当然いずれはっていうことにはなるんですけれども、向こう1年近くは本当の意味での正常化というのはないだろうというふうに考えますと、やっぱり円はですね結構まだ弱い状況が続くんじゃないか、これがメインストーリーということになってきます。23ページからちょっと3つ目のアジェンダということで、スイスフランに見る円反転のヒントと、じゃあそんなに弱い円ですけれども上がるためにはじゃあどういうことが必要なのかということで、ちょっとスイスフランと比較してみたいと思います。23ページ左側のグラフは、昨年の2月以降、つまりロシアの軍事侵攻が始まった後の、主要通貨のタイドル変化率です。どの通貨がどのぐらいドルに対して上がったか下がったか。で一番右側が日本円ですけれども、まあ、日本円、主要通貨の中で最弱ということになるんですね。でほとんどの通貨がドルに対して下落しています。ところが唯一ドルに対して上がっているのが、一番左側のスイスフランです。スイスフランだけドルに対して上がっているんですね。でかつて日本円とスイスフランっていうのは、まあ、揃って安全資産だというふうに言われたぐらい、どちらもリスク回避の場面では買われやすい通貨だったんですが、この、まあ、1年半ぐらいの間でもう様変わりしてしまっているという状況です。じゃあ右側のグラフ、ちょっと見ていきたいと思います。スイスフランってじゃあそんなに金利が上がったのかというと全くそういうことではありません。スイスはですねマイナス 0.75% から 1.75% まで 2.5% 利上げはしました。ただアメリカの利上げ幅の半分にも届いていません。そしてこの23ページ右のグラフの通り、金利差で見るとですねこれドル高スイスフラン安方向を示唆するような金利差の動きなんですけれども、赤い方の線ドルスイスはドル安円高、ドル安スイスフラン高になっているという状態なんですね。ですから金利とは全くかけ離れた動きをしています。で24ページですけれども、左側はですね先行研究で、安全資産の条件として示された4つです。経常黒字であること、それから丸2番が、まあ、流動性が潤沢ということ、そして3番が、まあ、低金利がゆえにキャリートレードの時には売られやすいんですが、その反動でリスク回避の場面では買われやすいということを意味しています。それから丸4番が大きなショックから、まあ、隔離されているということになるんですけれども、このうち日本はですねこの1年半余りで丸1と丸2が相当失われてしまったということになると思います。例えば日本はまだ経常黒字なんですけれども、右のグラフをちょっと見ていただきますと、経常黒字の GDP 比というのが2021年と比べると22年から23年にかけてほぼ半分になってしまっています。これは貿易赤字が膨らんだからということになるんですね。黒字は維持してるんですが相当減ってしまっています。でスイスの経常黒字って見ていただきますと、逆に GDP 比で急拡大しているわけですね。それから日銀が、まあ、債券を相当買い占めてしまっているところがありますので、左側の丸2番に当たりますこの債券市場の価格スプレッドなど流動性に関わる側面というものも大きく損なわれてしまっているという状態です。ですから逆に言うとですね、円がロシアの軍事侵攻当時の110円とか115円に戻っていくためには必ずしもアメリカ並みに金利を 4% も 5% も上げる必要はないんですが、やっぱりスイスフランの例を見るとそうは言ってもある程度の金利上昇が必要だということと、あともう一つは、たとえ金利でアメリカに追いつかなくても経常黒字が拡大すれば通貨高にも十分なり得るということを示しているんですね。でまあ、ここまでお話しした通り日本というのはなかなか経常黒字がどんどん増えていく状況ではないということと、
あと金利は上がっていくとしてもやっぱり相当時間がかかるのと、まあ、スイスのようにじゃあ政策金利を、まあ 2.何%まで上げられるかっていうとそういう状況ではないと思いますので、まあ、残念ながらそのスイスフランにまあヒントを求めに行くわけなんですけれども、日本円が上がっていくっていうのはやっぱりちょっと難しいんじゃないか、こういう結論に至るということになります。25ページからちょっと簡単にユーロを見ていきたいと思います。まず左側、25ページ左側のグラフはこれユーロドルです。リーマンショック以降数勢的にユーロ安ドル高になっています。でおそらくですけれども2010年代に入ってシェール革命というものが起こった結果、アメリカは世界有数の資源大国になったんですね。一方でヨーロッパは資源は輸入に頼っているという状況です。でこの状況の違いがですね、この交易条件というものを通じて為替に大きく影響したという可能性があると思います。交易条件というのは一つ輸出したらどのぐらいものを輸入できるかっていうその貿易のしやすさを示すものなんですけれども、アメリカは相当交易条件が改善したわけなんですね。これが長い目で見たユーロ安ドル高方向の動きということにつながっているんじゃないかと思われます。一方で右側のユーロ円ですけれども、ユーロ圏と日本はともに資源輸入大国、そういう地域ということになるんですけれども、そこが同じでなおかつ金利でいくとユーロ圏の方が金利が高いということで、2012年の欧州債務危機の時に100円割れっていうのがありましたけれども、大まかに見るとユーロ高円安方向ということで、ユーロというのはタイドルでは軟調、タイ円では堅調と、こういうちょっと異なる値動きをしている、こういうことになります。で26ページはこれ資源価格が相当下がったというグラフで、それを踏まえてユーロ圏の経常収支が去年の赤字から今年は黒字復帰の見込みっていう、そういうことですけれども、これがですね、昨年以降のユーロ反発には効いているということが言えると思います。で金融政策がどうかということなんですけれども、27ページ左側のグラフを見ていただきますと、これはアメリカとユーロ圏の CPI を並べています。目標 2% に対してユーロ圏の方がまだ相当距離が残っていますので、あと1回ぐらいですね、9月の ECB 理事会で利上げがあってもおかしくないというふうには思われるんですが、ただ右側のグラフ、これはいろんな地域の製造業 PMI 指数を並べているんですけれども、ご覧の通りユーロ圏が突出して悪いんですよね。つまりインフレにインフレを警戒しますとユーロ圏というのはもちろんあと1回ぐらいの利上げあってもおかしくないんですが、景況感に目を移しますとアメリカよりも、来年の話になりますが、利下げはアメリカよりも早い可能性が高いんじゃないか。でしかも左のグラフ見ていただく通りユーロ圏の CPI もすごい勢いで、一応伸びが縮小してきてはいますので、今どちらかというとアメリカは来年利下げだっていう話で盛り上がってますけれども、実際には利下げはユーロ圏の方が早い可能性が十分考えられます。でそれを補強するもう一つの材料として28ページでちょっとグラフをご紹介しますけれども、これはですね、日銀の審議員の講演資料にアップデートしながらほぼ毎回つけられているものなんですけれども、日本とアメリカとユーロ圏のインフレ率の要因分解をしたものなんですね。でこれ、色で見ていただきますと、日本とユーロ圏のインフレというのは、メインドライバーが財物になってます。ですからここは資源価格が例えば下落していくとですね、インフレが収まっていく方向に向かうことが期待されます。一方でアメリカの CPI の内訳見ていただきますと、ほとんどがサービスになってます。これはやはり賃金インフレが非常に起こりやすいということを示していますので、これ何が言えるかというと、ヘッダーのところに書いてますけれども、アメリカの方がやっぱり日本ユーロ圏よりもインフレがよりしつこいということなんですね。ですからさっきちょっとお話しした通り、アメリカの利下げっていつなんだっていう、ここに注目が集まっていますけれども、実際には、特にユーロ圏との比較において、利下げはアメリカよりも ECB の方が早い可能性を、十分考えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。
ではここからですね、まあ、残り10分ぐらいを使いまして、じゃあそれを踏まえてじゃあどう予想するかということに移していきますけれどもまず年内のドル円メインシナリオのポイントということで、まあ、蓋然性ちょっと 70% というふうに置いていますけれども、まあ、ポイントの1、YCC 修正後の円金利上昇は限定的で、上限はまあ 0.7% 台までと予想しています。これは今為替のヘッジコストが非常に高いですので、日本の投資家目線がやっぱり円債に向かいやすいんですね。で、0.6%、0.7% っていうのがだいたい今の日本の投資家の目線だと思います。もちろん待ってればもっと利回り上がるんじゃないか、債券値下がりするんじゃないかって待ってたいっていう気持ちはもちろんあるんですけれども、ただ投資家ってキャッシュに寝かしておくわけにはいかないんですね。やっぱりちょっとでも時間があれば投資をしてキャリーを稼いでいかないと、稼いでいかないといけないっていうのがありますので、まあ、0.6% から 0.7% に上がっていく段階で、まあ、買い下がり、まあ、比較的円債需要旺盛ということで、まあ、0.7% 台止まりじゃないかなというふうに予想しています。で、2行目ですけど、貿易黒字の定着も容易ではない。で、YCC 修正というですね、円高材料の出尽くし感から目先は円安が意識されやすいということで、今足元でも142円とか143円台になっています。で、一方で日本の当局の円安牽制って相当強いんですよね。さっき神田財務官と田中財務大臣の話もちょっとご紹介しましたけれども、まあ、今回の YCC 修正の隠れた目的も円安牽制の意味合いが非常に強かったということからすると、おそらく145円超えはもう介入っていつ入ってもおかしくない領域になってくると思います。それからもう一つ、150円に行くためには円安とドル高っていうですね、この両輪が揃わないと、さすがに150円ってそう簡単に達する水準ではないと思うんですけれども、今現在はまあ、利上げ停止をまあ交換して株が上昇するリスク先行試合なので、まだしばらくちょっとドルが冴えない状況、まあ、したがって円は弱いんですけれども、まあ、介入警戒感があるということと、ドルがそこまで強くなりきれないということからすると150円に届くのもちょっと難しいんじゃないかということをこの丸2番ではお伝えしています。で、丸3番ですけれども、ただアメリカ自体はですね、やっぱり利上げ観測がもう一回浮上してくるというふうに思いますし、先ほどお話しした通りビックス指数の低下って限界もありますので、まあ、ドルは持ち直しに転じてくるということで、少しドルがしっかりとはしてくるんですが、まあ、早ければ年末から来年初にかけて、まあ、日銀の YCC 再修正っていう思惑も出てくる可能性はあると思います。これやっぱり物価がある程度その、まあ、まだインフレが続いているとか、まあ、比較的人手不足が続いているとか、ある程度賃上げが続きそうだっていう、こういう話で、まあ、YCC 再修正っていう話も比較的また出てくる可能性を考慮しますと、まあ、150円を超えるっていうのはやっぱりちょっと難しいんじゃないかな。ただドル安に歯止めがかかってくるっていうことで、下は下で136円ぐらいということで、136から148円、これをですね、一応年内の予想のレンジというふうに考えています。一方でリスクシナリオ、150円もう一回試しに行く場合というのは、これ青字で書いてますけれども、これやっぱりアメリカのインフレ再燃、これをマーケットがしっかりと認識して、しかもアメリカの複数回の利上げの観測が浮上する場合です。で、そういう場面では日銀も再び YCC 再修正に動きやすくはなるんですが、日米金利差の拡大、弱い円と強いドルという組み合わせになって150円を抜けていく、まあ、これがまあ、蓋然性としては 20% ぐらいというふうに見ています。それから逆にですね、年初来安値である 127.22 を下抜けしていく下方向のリスクシナリオ、まあ、これは一番可能性低い 10% ぐらいと見てますけれども、これはアメリカがまあ景気後退にも直面してですね、年内にも利下げに着手するんじゃないかっていう、まあ、こういう場合ですね、まあ、こういう場合において、まあ、127円方向、あるいは125とか125を割っていくっていう下方向のリスクということになってくると思います。それからあとユーロ圏、ユーロもちょっと見ておきたいと思いますが、丸1番、
インフレ率が高いので ECB は9月の理事会でもあと1回の利上げを実施する。でリスク先行のドル安と円安が重なるとユーロ円160円もやっぱり視野には入ってくるだろうなというふうに思います。でただし先ほどご紹介した通り財中心のインフレはやはり収束していきますので、実際には ECB が FRB よりも早く利下げに着手するという見方からユーロドルは 1.05 方向に向かって下がっていくというふうに考えています。でそこでユーロ円の統制も和らぐんですけれども、結局円自体は弱いままなので140円の大台を割るっていうそういうことにはならずに、予想のレンジとしては148から160円ということで年内は予想しています。ユーロ円のリスクシナリオ、まず上方向ですけれども、これはユーロ円、リスク先行でドル安が続く。で ECB の複数回の利上げ観測によってユーロドルが 1.15 に向かうっていう場合ですね、この時はユーロ高によってユーロ円も160円を超えていく。で逆にユーロ円が下方向に行くというのは、ユーロ圏の景況感悪化によって、利下げ前倒し、これでユーロ全面安っていう、こういう展開ということになります。それから32ページ今口頭でお話ししました、ここまでいろんな材料とかですね、金融政策見通しなどをお話ししたんですが、その予想した内容文章を数字落とし込むとメインシナリオではこういう数字を見ていますっていうのがこの32ページです。政策金利のところまず見ていきますと、日銀については、利上げっていうことはないと。で、アメリカについては今現在の政策金利は 5.25 から 5.5% ですけれども、先ほどお話しした通りパウエル議長が年内残り1回と言っている方に私は分があると見ていまして、11月の FOMC で利上げあるんじゃないか、したがってこの赤い枠のところで、政策金利の予想レンジを 5.25 から利上げあるかもということで 5.75 にしています。でその後利下げがないので据え置きです。ECB 9月に利上げをするんですが、来年の 4.6 で利下げの可能性もあるということで、来年の 1.3 よりも 4.6 の方が25ベーシスずつ低くなっています。それから真ん中の段はですね、その政策金利から考えて、長期金利大体このぐらいじゃないかというものです。で一番下に為替の予想として、ドル円ユーロ円あとユーロドルを置いています。でドル円の予想をちょっと見ていただきますと、ほぼ横ばい圏なんですが、趣旨としては当面やっぱり150円方向に向かってドル高円安の動きが見られてもおかしくないものの、ちょっと来年にかけてはさすがに来年に入ってくるとアメリカの利上げ打ち止めというものも意識されると思いますし、あと日銀の正常化という話がもしかしたら聞こえてくるかもしれないということで、ちょっと上昇に歯止めがかかるんですが、円が決して強くなるわけではないので、ドル安円高方向も相当控えめにしています。でこの為替の予想の数字をじゃあどうやって出したかというところですけれども、33ページ、これ今日の講演の最後のページですが、左側がドル円と、日米金利差です。そして右側がユーロ円と、独日金利差ですけれども、大体横軸がですね想定される金利差で、縦軸がそれに対応する、為替相場ということになるんですけれども、ただ実際に為替を予測するときはこの金利差からですね、借子定規で為替がこうだっていう予想を立てるわけではありません。いろんな定性的な評価も含めて、最終的には数字を出す。ただ、一応水準の目安としてはこういった金利差も使っているということにはなってきます。ということで、ここまでですね、一方的にお話をさせていただきましたが、今日お話ししたことを含めて、あるいはその含めなくても為替に関すること、あと、いろんなアメリカの格下げとかいろんなことが起こっていますが、この後はですね、お時間の許す限りご質問をいただくようなお時間にしたいと思いますので、お尋ねいただければというふうに思います。じゃあ一旦ここで、私からの講演は、終わりにさせていただきます。内田さん、どうもありがとうございました。
今回は2023年後半ドル円相場の見通し、日米の金融政策を中心にと題して内田さんにここまでお話をいただきました。内田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ご活用ください。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。今後とも楽天証券をよろしくお願いいたします。お願いします。最初の一手どこに打ちたい。ここでは間違ってもいい、でも取引なんだから。 FX の世界で。お願いします。最初の一手どこに打ちたい。ここでは間違ってもいい、でも取引なんだから。 FX の世界で一歩前に、楽天 FX でも取引。スピード勝負の FX の世界で直感を加速させる革新的な取引画面。はじめ値、安値、高値、チャート、一つの画面で過去を見える化にして、今チャンスをつかむ。いつでもどこでもスマホで今の瞬間を大切に生きる人へ、ハイスピード FX。 チャートの形状はまだ下落か、今売るべきなの、どうしよう。大丈夫、ここはデモ取引なんだよ。自分のペースで実力を身につけよう。楽天 FX デモ取引。迷う？怖い？ FX の世界で一歩前に、楽天 FX デモ取引。コスト0円で本番さながらの FX をリアル体験。仮想資金500万円で腕を磨きましょう。まずは簡単3ステップ。ニックネームとメールアドレスで簡単申し込み、取引ツールダウンロード、デモ口座ログイン。ここにはチャレンジを阻むものがない。楽天 FX デモ取引。楽天証券で CFD 取引をやってみませんか。CFD は世界各国の株価指数やコモディティを対象に取引できる金融商品です。レバレッジ効果を効かせて少ない資金で取引できます。売りから取引を始められますので、取引チャンスもたくさんあります。さらに楽天証券なら自動売買ができる MT4 で CFD 取引ができます。この先にもっと広い世界が待っています。楽天証券 CFD 取引。